たじゃマジあーだ次だねうわーうわーやったI'm
成長してるよな。まあ褒めて伸びるタイプです。先生、頑張りましょう。あ、前出していいの？パウリーになる。うわ、すごい。うわ、すごいな、お前ちゃん。あ、ガンマ無理や。頑張れ、頑張れ。え、さっきでも5回上がったやろ。やっ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 。あ、やばい、やばい、やばい。あ、お待たせしました。副音声の梅谷健人でございます。今日はね、ソサイチ、企画ベスト3を出しておりますけども、実は僕ですね、筋トレがすごく嫌いです。高校大学とずっと筋トレは嫌いでした。でもね、こうやって仲間たちと一緒にやることで、嫌いなものもこうできちゃうっていうね、すごい、恵まれている環境で、ありがたいです。こうなんで嫌いなのにやるかというとですね、まあ言ったらちょっと例え難しくなると思うんですけども、寿司のネタだけを食べる人って結構おられると思うんですけども、どうですか今自分の胸に当てて、考えてください。あ、子供の頃シャリ抜いてネタだけ食べてたなって思う人多分いっぱいおると思うんです。あ、待って、これ俺今何の話してんねん。あら、結構いい体なってるじゃないの。ああ、最後もう頑張ってるし、壁にベタってしたいな。よいしょっと。すみません、取り乱しちゃって。よし、休憩です。休憩です。あ、休憩です。いや、こう、あ、ケイ、あっか、チューしもらってる。よーし、行きましょう。OK、 次体幹です。ラストです。よし、ラストなんで追い込みましょう。マジでしょ。潰します。いや、頭の上に一回手いけない。頭をつけて。グリッドを作って1分半鬼ごっこする。これ簡単かと思うけど、追い込めば追い込むほどしんどくなりますから、どのトレーニングもそうです。いいかおいしいか。
あーつままれへん、なんでやなんでつままれへん。よし。何してんねん、おい、何してんねん、何してんねん、どこで仕掛けんねん、どこで仕掛けんねん、お互い。オーケー、痛いやん。痛い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